選べます、ね、このサイズもあります。男性女性選ぶ。そしてこの裏手にあるのが夜10時まで飲めるドリンクバー。ずっと時間限定じゃなくあるんだね、アルコールも。そしてネパールのマンゴーラッシーだって。リンゴ酢、オレンジ、ウーロン、アップル。これは見て、ジャムだよ。ジャムとドラゴンフルーツソースの、これは何、フリナスのフリフリミルクだって。このね、瓶で作るんだ。お好きなソースを入れる、まず。ソース。ドラゴンフルーツっていうのを決める。ソースを入れて、入れて、そしてどうする？牛乳を入れて。牛乳を入れて。特製ジュースの完成で、これがフリフリミルク、で飲む。これはね、あ、おいしい。あの、なんいちごミルクって感じ。お菓子もチョコとクッキー。これは氷を一袋ずつこうね。これは、あ、デザートがある。そしてクラムアイスキャンディー。そうだ、これは嬉しいね。これはネパールのマンゴーラッシーね。めっちゃ美味しいね、これ。超美味しい、これ。なんて言ったらいいの、なんかちょっとヨーグルト風味なんだけど、飲んでほしい、これ。超美味しい。初めておまかせのお部屋を頼んでみたんです。なんとですね、洋室ですね、ツインになっております。あのツインでも洋間でも結構広めにできてます。そしてまず、はい、早速じゃーん、はい、金庫ね。でまあこちらがもう、これも広くね、2つもね、ほら見て、こういう造りなのね。でもね、こちらにもあるんですよ。好きな方をかける。浴衣の時とかかな。そして、はいね、だから建物はそんなに新しくないんですけど、リフォームされてるのが今流、色合いがいいですね。はい、そしてまあこちらから、まあね、消毒液とテレビのリモコンと、なんとやっぱりちゃんとベッドが置いてある。この時期ね、やっぱり特にね、山は虫が多いからね、蚊も出るでしょう。そしてこれがまあ浴衣の上に羽織るものなのかな。で、あと大ビットで冷蔵庫、はい、こちらはまあ持ってきたものを使ってくださいっていう。そしてこれはどうなの？こう開くのか、ね、グラスコップ、お茶セット。そしてなさいね、これですね、なんといってもね、やっぱりお風呂に行くときに歯ブラシ、バスタオルとタオル。このね、お風呂行くときにさ、これがあるとね、こう着替えを入れられたりね、
ちょっとアメニティを持ってね、入れたりね、持っていけるんで、これがあるのとないのでは大きな違いがある。そして、これですね。最近のね、新しいホテルはカード式だったりとあるんですけど、これ、なんといってもやっぱりね、2人3人って言った時に人数分にこれをもらえる。これはいいよね、男性女性お風呂がね、時間が違う時にお風呂上がって先に上がった人がどっちが確実みたいな、これを1人1個ずつはありがたいと思います。そうしてですね、なんとこれ、この窓ね、やっぱり広いでしょ。広いんだけど、びっくりしたの、じゃーん、緑。まあ山だからね、まあ海が見えるわけないんでね、そうなんですが、なんとね、出れちゃうんですよ、これ。そしてベッド横ですね、まあ、電話、これはライトですね、部屋のライトに、差し込みのコンセント1つ。こちらのホテルはですね、朝食、和食、バイキング、和食をメインのしたバイキング、地元のソウルフードとかもコーナーもあるらしいんですよ、の、まあバイキング、まあ、ざっくりしたまあバイキングなんですよ。そしてお風呂が、あの貸切露天風呂が4つあるんです。最上階に4つあって、あのこれはね、予約じゃなく有料でもなく無料で、空いていれば1人1組45分で自由に入れるそうです。で、天空の露天風呂って言って、だからまあ星が見える、それを売りにしてるのかな、そんな感じになってます。そして大浴場は源泉かけ流しの内湯と露天風呂があります。もうね、風があってね、涼しいだけどお湯はあったかい、天空の露天風呂最高だね、開放感、この風がまた気持ちいいね、もうみんな入ってもらいたい、山があって自然。はい、それでは夕食のバイキングになります。はい、ざっくりですが説明しますね。これがすいとんです。そしてこちらが前菜、こちらはバイキングとは別に、こちらの5種盛りですね。夏野菜5種盛りの前菜と、それとこちらです。このオリーブオイルをつけて食べるのかな、エビの冷製カルパッチョ、こちらがバイキングとは別についてきました。地元名物のソウルフードも踏まえていろいろありました。なんかね、私はちょっと持ってこなかったんですけど、あの宇都宮餃子もあって、こちらは足利のシューマイだそうです。いろいろ栃木のあちこちのものがありました。目の前で揚げてくれる天ぷら、まあ、ざっとこのぐらいのものを持ってきました。
そしてなんとこちらのバイキングは、はい、アルコールが飲み放題だそうです。もちろんソフトドリンクも飲み放題です。はい、こんな感じになりました。栃木名物盛りだくさん。それではいただきます。朝食でございます。はい、朝食もバイキングだったんですが、想像以上に数がありました。私は本当に一口ずつ持ってきたんですが、まあ和食中心なんですね。長芋のとろろ、ここにあるあのフレンチトーストは目の前で焼いてくれるんです。そしてね、ナスといえばやっぱり牛乳です。ナス牛乳と書いてありました。品数はかなりあったので、朝からとっても満足です。それではいただきます。